うん、長生きして何の意味があるかわからない、結局精神的な病気になる気がする、うん、多分あなたはなるんでしょうね別に僕長生きしたいと思ってるわけではないんですけど、毎日楽しく暮らしたいだけで、毎日楽しく暮らせていて、それが長く続いてしまったっていう結果になる気がするんですよ。はい。で、そのなんだろうね、毎日が楽しくない人って生きててもきついですよね、きっと。底辺って言わないで。ああ、そうそう、ね、底辺の人は底辺である自覚をした方がいいですよ。だって底辺なんだもん。自分の正常な位置を知るっていうのはすごく大事で、で、言われたくないっていうのあると思うのね。でも、結局さ、底辺の人って周りは自分を底辺で見てるわけよ。で、そこでさ、ギャップが生まれるじゃん。俺は底辺だと思われたくないとかさ。でもそこってストレスになるから、はい、僕底辺ですっていうので、普通に受けられるようになった方がストレス少ないんですよ。なので、底辺の人は底辺として自覚した方が人生楽ですよ。うん、現実逃避。そうそう。底辺なのに底辺じゃないと思われたいって現実逃避なのよ。だからほら、ひよえりさんってブサイクじゃん。でもひよえりさんって自分ブサイクだと若干思ってない節があって、あれ現実逃避なんですよ。どう見てもブサイクなんだけど、でもその周りがこう言うと、いやいや俺ブサイクじゃねえしって心の中で思ってるんだけど、あれは完全に現実逃避で、現実の認識ができなくなってる状態なんですよ。そうなると人は不幸になるので、ひよえりさんはブサイクであることを認識した方がいいと思います。はい。底辺の仕事って何？泥棒？一応泥棒って人類最古の職業って言われるんですけど、あんまりこう人を幸せにする仕事じゃないので、泥棒をするんだったらやめた方がいいと思います。一生フリーターで生きていけます。ならいいんじゃないですか？人に迷惑かけないで生きていけるんだったら何の仕事でもいいと思いますよ。別に送ってお金もらえるんだったら送り続けてそのまま生きていけばいいし。僕は自分のこと誰も求めていないと思ってるよ。うん、いいんじゃないですか？誰かが自分を受け入れてるとか、受け入れてくれる。誰かが自分のことを好きになってくれるとか思っても、そうじゃないことの方が多いんですよ。ひよえりさんと結婚すると、毎朝毎朝顔を横で見なきゃいけないわけですよ。結構な、ね、拷問だと思うんですけど、なので、やっぱり顔で生まれると、人には好かれづらいと思うんですよ。でも好かれるはずだっていう風に生きてても、好かれないみたいなのがあるとストレスが溜まるので、ひよえりさんみたいな顔で生まれた以上は仕方ないよねっていう風に認識した方が、ストレスが少なく生きられると思います。はい。あ、でも別に僕、ひよえさんがブサイクであることをけなしてるわけじゃなくて、面白い顔だと思ってますよ。だから、ほら、面白いって、ほら、面白い人とかさ、面白い芸人さんとか価値じゃないですか。だから、生まれ持ってあんな面白い顔で生まれてるので、羨ましいなって、どっかで思ってるかもしれません。すいません。はい。底辺の定義は？なんだろうな。自分より下はいないと思い込めることかな。面白いなら嫌じゃないじゃん。まあでも、なんだろうな。いや、なんだろうな。いや、なんだろう。自分が言ったギャグが面白いって言って笑ってもらえるのは、ちょっと嬉しいんだけど、やっぱり自分の顔がブサイクだから笑ってもらえるって、嬉しいのかね。複雑ですよね、ひげめいさんは。はい。そうそうそう。笑わせてるんじゃなくて、笑われてる人っていうのがいるんですよ。まあ、それはそれで別に意識しなきゃいいのか。うん。ポジティブに生きれる方法について。自分のことが好きかどうかじゃないですかね。結局のところ。自分のことが嫌いな人っているじゃないですか。それって理由探せばいくらでもあるんですよ。ブサイクだとかさ、足が太いとかさ、頭が悪いとかさ、ハゲてるとかさ、デブとかさ。で、別になんか自分の嫌いな理由を探しても全く得しないんですよ。誰かの悪口でもそうなんだけど、基本その人の悪いことって探せばいくらでも出てくるんですよ。で、それを探すことに何のメリットもないので、自分の欠点を探すというのは人生でやめた方がいいと思いますよ。知的障害者と身体障害者と同じ障害者として一括する。あ、だから僕はだから色弱なので身体障害者枠なんですけど、ただ多動症っていうところでいくと知的障害者の枠に入るので、まあ、どっちにも入れるので何とも言えないんですけど、はい。例えばさ、プログラマーとかで、右足ネッスみたいな人って全然困んないんだよね。プログラムを書く能力の中で右足ないってことって全く困んないので。で、アスペの人って、割と自閉症の人とかアスペの人って、プログラムの能力高い人がいるんですけど、で、それって知的障害者の枠だけど、別に全然困らないので、自分の向いてない能力は使う必要ないと思うんですよ。例えば、今この放送を見てる人って、大抵みんなブサイクだと思うんですよ。なので、モデルをやってくださいって言ったら、超絶才能ない奴らばかりなわけじゃないですか。なので、向いてないものをやるっていうのに関しては、能力値が低いって、健常者でも障害者でもそうで、だから右足のない障害者に走れって言ったら、それは向いてねえよって話で。なので、向いてない部分があるっていうだけの話なんじゃないですかね。
自尊心を高めるために欠点を直そうとすることについてどう思いますか？無駄だと思われますか？治んないんじゃないかな。ひげおやじさんとかすげえブサイクですけど、いくら頑張ってもあのブサイク治んないですよ。それよりもあのひげおやじさんはなんか声がいいみたいなところをうまく伸ばしていったので、多分長所を伸ばす方がいいんじゃないですかね。不満があったり健康不安があったりして長生きすると辛いと思うんですけど、何の問題もないんだったら長く生きた方が楽しいんじゃないですか。だってほらドラクエ15とかドラクエ20とかドラクエ25とか出るかもしれないですよ。タバコ吸ったら飯うまくなんの？なりませんなりません。はい、生まれてすいません。誰に謝ってんの？ああ、なんだろうね。これ例えばさ、そこら中にさ、虫とかさ、細胞とか細菌とかさ、ウイルスとかいらっしゃいますけど、生まれてすいませんとか思ってないと思うんですよ。まあそこら辺の蚊とかがさ、マラリアとかばらまいて、年間100万人くらい人殺してますけど、生まれてすいませんとか思わないわけじゃないですか。そうさ、生まれてすいませんの人ってさ、誰に謝ってんの？そのコメントで書いたってことはさ、僕に謝ってんの？あなたが生まれたことで、なんで僕が迷惑がかかると思い上がってんの？だからほら、そのあなたが生きようが死のうが、僕は何のこう生活に変化はないわけですよ。謝るべきほどの迷惑をかけられると思ってるのか、お前はぐらいの。はい、すいません。ネタにマジレスしてんね。すいません。人が人生に意味があると思い込んでしまう理由を教えて。なんだろうね、自分に自信がないからじゃないかな。自分に自信がないからきっと生まれてきたことに意味があるんだと思い込んで、その意味を探すんだと思うんですよ。何か自分がこの世に存在していい理由があるはずなんだっていうのがどこかにあると思っていて、でその理由を探してしまうんですけど、本当ね、うつ病の人見てたら、ちょっとこの時間止めてもらいたいんだけど、人間生きてる意味なんてないんで、ほとんどないんで、しゃあないっすよ。はいね、うつ病の人はね、見なかったことにしていただいて。はい、でほら、一人死んだって世の中回るからね。でさ、世の中が回るかどうかとさ、だって例えばさ、僕さ、ぶっちゃけ世の中回らなくてもいいんですよ。どうせ僕ほら、あと何十年かしたら死ぬしさ、別に世の中回ろうが回る前がどうせ死ぬからどうでもいいんですよ。よし、飛び降りてくる、ごめんなさい。お、うつ病でうつが悪化した、どんまい。単純にどうしてって思う気分だった。あ、確かにね、理由を探す生き物ではあると思う。で、その結果、あ、じゃあ僕は考える足だったんだっていうタイプの人もいるし、僕はなんか寝てる間にこう、蝶々が思っている夢だったんだみたいなタイプのおっさんもいるんですけど、まあそんな感じで人それぞれ理由を作ったりするんですけど、作りたい人は作ればいいんじゃないでしょうか。なんで生物生まれてくんの？前回の放送を見てください。人生は暇つぶしという結論にたどり着くまでの過程を説明してください。ああ、だからなんかね、生きてる意味ってあるのかなみたいに思ってた時期もあったんですよ。で、大学の講演会で天野秀夫さんっていう死神博士っていうのを仮面ライダーでやってた役の人がいて、その人がその自分の人生でこんなことしたよねとか、スペインだかイタリアだかなんか長期行ったみたいな話をしてて、なあそうなんだへーって思って、でなんかその人生についていろいろ語ってたんで、知りたかったので聞いたんですよ。何のため生きてるんですか、生きる目的って何すかって言ったら、したらすげえごまかされたんですよ。まあ多分なかったんだと思うんですよね。で結構いろんな人を見たりしてるんだけど、生きる目的とを他人に任せてる人が多いんだよね。お母さんとかだと子供を育てるのがその自分の生きる目的ですとか、会社の経営者とかだと会社が成功するとか、このビジネスが成功するとか、でもそれってお前じゃなくてもできんじゃねみたいなのって結構あるわけじゃないですか。なんだかんだ言って、じゃあ人間だけ偉いのかっていうと、どんな動物もさ、生まれてなんか食って食われたりして死んでとかっていうのをずっとやってるわけで、じゃあそのそこら辺のじゃあ家畜とか、じゃあその牛とかヤギとか羊とかに生きる目的ってあんのっていう。でじゃあないじゃん、基本的には。家畜として生まれて育って家畜として死んでいくんだけどさ、じゃあ人間だけ生きる目的ってあるってなんで思い込んでるんだろうっていう方向に移ったのよ。
人はなぜ生きるのだろうっていう、生きる目的があるんだっていうところを探すんじゃなくて、人は生きる目的があると なぜ思い込んでしまったのかっていうことの方が実は問題なんじゃない。お、子孫を残すためだぞって書いてますけど、今見てる2879人の人のほぼほぼニートで彼氏彼女もいない人たちなので、そうするとこう生きる目的のない人たちが今2869人ぐらい見てるってことになりますけど、で先進国ってね、子供作んない人のが多いんですよ。でそもそも生命が誕生してきた理由が何かとかね、生命進化、あ、もう一個忘れた、なんとかっていう本があって、生物がどうやって生まれたのかっていうのが、まあ昔からいろいろその生き物ってどうやって生まれたのっていう疑問があったんですけど、その生物学の人がある程度仮説としてこうじゃないっていうのを言ってきたやつが割と現実的な話で、海の中でそのアルカリ性のある温泉みたいなお湯が出るところがあって、そこの中にそのアミノ酸がずっと溜まり続ける構造になってる、その入り組んだ岩の隙間とかがあって、アミノ酸がずっと固まり続けていくうちにタンパク質になって、そうずっとこうあのアルカリ性のものが横に流れてるから、そこでこの、 電子を受け取ることによって、割とそれがこう電子を持つようになって、細胞膜を持つようになって、似たような構造のこう膜ができて、でそれがちょっとずつ増えちゃってみたいな形で、実は細胞っていうのが生まれたんじゃないかみたいな仮説を書いてる人がいて、で割とそれ僕は正しいなと思ってはいるんですけど、っていう感じで考えると、あの生き物ってなぜ生まれたのか、細胞がなぜ生まれたのかっていうと、地球の海の下にアルカリ性の温泉があったからっていうことになっちゃうんですよね。その生き物はなぜ生まれたのかとか、すごい大冗談の話なんだけど、うん、海の中にアルカリ性の温泉があったからなんだよねっていうのが答えっていう、何のこうカタルシスも得られないあっそふーんっていうぐらいの答えなんですよ。はい、たまたまなんですよ。あ、俺温泉なんだ。そうそう、大体そうです。はい、文系の大学で哲学心理学を学んでいた後、途中から医学を学びたいと思い大学に入り直して卒業しました。いろいろと勉強してきた結果、人間と生き物の存在理由なんかないと自分の中で結論が出ました。だからといって他人をパワーしていいわけではないのですが、私なんて存在価値がないなとか言ってたメンヘラさんに、存在価値なんて相対的な価値だって他人に依存するんだよと言っても理解されません。私の考え方は間違ってるのでしょうか。あの価値というものがあるという時点でちょっとまだ間違ってます。要はその人間に価値がないは正しいんですけど、相対的な価値があると言ってる時点で価値というものが存在しているというのを認めちゃってるんですよ。で実際あの別にあのじゃあお金とか家とかも価値なんかないんですよ。人間界の中でお互いに価値があるよねっていう共同幻想のもとにいるんですけど、じゃあライオンとかが俺なんかタワマン住みたいんだよねとかってならないじゃないですか。なので相対的価値で価値と言ってることすらも幻想なので、そういう意味でいくと、その相対的価値があるよって言ってる時点でまだまだあのちゃんと哲学が理解できてないんじゃないかなと思いました。はい、すいません、上から目線で。地頭が良くなる方法、地頭とは何ぞやだと思うんですけど、同じ間違いを繰り返さないこと。例えばその、まあ、僕ゲームでもあるんですけど、あ、この選択間違えたわってなった時に、なぜ間違った選択をしてしまったのかっていうのを結構反省します。ちゃんと考えないで適当に選んだのか、忙しかったのか、寝起きだったのか。同じ間違いを繰り返すっていうのさえしなければ、人は着実にこう賢くなるので、で、同じ間違いを繰り返すっていうことは、着実に頭悪くなってるので、同じ間違いを絶対繰り返さないっていう風にすると、そこそこ頭が良くなっていくんじゃないですか。頭がいい人とは、間違いを修正できる人。ものすごい速さで。他人が気づく前にね。っていうパターンが一般的が頭がいい人で、僕が頭がいいなって思うタイプの人はラマヌジャンっていう話をしたと思うんですけど、数学者。通常の人が想像もつかないようなものの答えを出したりするんですよね。この問題ってこうやって解けばいいじゃんみたいな、いやいやそれ普通の人思いつかんしみたいなのをバーッと出す人っていうのが頭がいい人で、想定外の答え出せる人。想定できる答えはまあ誰でも出してる実践になってるからね。あ、っていう意味でいくと、そう、これ見てるのは間違いなんですよ。だからこんなもの見ても頭良くならないし、時間の無駄ですよ。40過ぎたおっさんが喋ってるだけですからね。だからこの4530人の皆さんは基本的に今人生を無駄にしてるわけです。人生は限られていて、あなた方皆さんいつか死ぬんですよ。
かけてもいいですけど皆さん死にますよ。で有限な時間なわけですよ。1日8時間寝てさ、8時間働いてさ、で自由な時間8時間しかないっていう話をしてもニートの人には分かんないか。ニートの人だと8時間寝て16時間自由時間があると思うんだけど、でもほら16時間 ×365日 ×50 年ぐらいしか残ってないわけじゃないですか、皆さん20歳だとすると。なのでその限られた時間を何に使うかっていうのをちゃんと意識した方がいいかもしれませんよ。はい、あのデブの知り合いでひげおやじっていうやつがいて、でそいつも言ってたんですけど、人生のうちに何回夕飯が食えるかお前は考えたことがあるのかっていう。美味しいレストランとか世の中にいっぱいあるじゃないですか。でもなんとなく適当に飯食って終わるわけじゃないですか。でも人間って夕飯の回数は有限なんですよ。50年しか生きないとしたら50年 ×365 日しか夕飯食えないんですよ。したらちゃんと夕飯美味しいものを食うっていうのをやるっていうので、きちんと美味しいものを毎回食べるっていうのを僕の知り合いの金持ちが言っていて、確かにそうだなって思ったんですよ。で僕の知り合いのヒゲラジっていうデブがやったのは夕飯を2回食うっていう夕飯2回食ったら倍食えるじゃんっていうね。これはね、頭いいと言っていいのか頭悪いって言っていいのかちょっとよく分かんないんだけど、本当ね、あのやっぱデブってすげえなと思いましたね、それ聞いて。他人に認められたいという承認欲求がとらわれる生き方についてどう思いますか。でも人間って割とそういう生き物多いんじゃない。承認欲求を抜け出せる人ってそんなに多くないと思うんですよ。どういうこと。そんな時間経ってんの、マジで。びっくりした。そうなの。だって宝箱は僕2回開けてるよね。3時間以上飲んでんの。本当に。ほう、ちょっとびっくりするね。すいません、本当にね、あの付き合っていただける方は本当にね、あの酔っ払いがこうただ喋っているだけっていうね、恐ろしいよね。大丈夫、人生大丈夫、皆さんこんな無駄な時間を過ごして。日本も1時19分ですよ。多分ね、あの人生ってね、もうちょっと大事なことありますよ。すいません、何のゲーム。クラロワっていうゲームやってますね。宝箱に支配されてる。確かにね、あの僕ね、生活習慣ね、結構宝箱にコントロールされてるんですよ。だからあの寝る前に8時間の宝箱を集めて、8時間を開いてから寝るんですよ。3時間の宝箱の状態で寝ちゃうと、寝てる間に何時間が損するじゃないですか。なので8時間の宝箱がある状態まで持ってった状態で8時間をセットして寝なきゃいけないんですよ。でもそうすると3時間の宝箱をセットするじゃないですか。で8時間を見つけたとしても、開けられるのは3時間後なんですよ。なので3時間経ってから8時間を開けるので、寝ようと思ったとしても3時間待たなきゃいけないとこあるんですよ。どうですかこの苦労誰に言ってんだろうね今ね。なので割とその3時間の宝箱を今開けるべきなのか、宝箱をこう拾ってって8時間まで待つべきなのかどうかっていうのをいろいろ計算して生きてるんですよ。なので僕寝る前って結構あのいろいろ考えてるんですよ。はい、でここで、ここは3時間のもの今開けるべきではないと、ここは3時間を開けないで8時間が来るまでせっせと頑張るべきだっていうので、8時間が来るまで頑張って8時間をセットした上で寝るっていうのをやると効率いい人生が生きられるんですよ。なので人生を効率よく生きるためには、宝箱の次が何が出るかっていうのをちゃんと意識した上でやらないといけないんですよ。やめるという選択肢はないのクラロはもう2年ぐらいやってるかな。やめるか。なんでそんな頑張ってんの。なんでクソどうでもよくて草。でもね、多分ね、皆さんが思っている大事なことって他人から見たらクソどうでもいいですよ。ほら、なんか AKB の CD100 枚買ってる人とか、ソシャゲにすげえ金払ってる人とかいるじゃないですか。他人から見たら基本クソどうでもいいことやってると思いますよ。なので、人間って他人から見た時にクソどうでもいいことやってる方が多分楽しいんじゃないかな。だってさ、例えばその彼氏とは彼女がさ、超絶ブサイクっていう風に思ってたら辛いじゃん。でも他人がわからないけどこれが好きっていうのがあると、他の人は興味がないけど自分はこれが好きっていうのがあるから自分は楽しめるわけじゃん。でも他人はそれを欲しがらないからお得なわけじゃん。だから多分ね、あの役に
立たない何かに価値を置いて楽しんでる人の方が人生楽だと思うんだよね。例えばじゃあさ、僕がさ、今その3時間後に宝箱を開くとかで楽しみを感じているんだけど、じゃあこれがさ、美人と会話をしないと幸せを感じられないみたいな人だとさ、毎回美人を集めなきゃいけないじゃん。で、なんかさ、飲みに誘ってさ、飯食いに行ってとかっていうのをやってさ、すげえコスト高いし時間も食うじゃん。まあその人幸せだと思うんだけど、でも僕はさ、3時間に1回こう宝箱を開くとかさ、宝箱のこう、ローテーションを変えるとかで、あ、俺こう今日うまくやったわみたいなので、幸せを感じられるわけで、本質的に幸せかどうかって脳の信号なのよ。なので、自分が思い込めるかどうかだけの差なのよ。例えばさ、芸能人とかでさ、すげえ美人の人と離婚する人っているじゃん。だからもう美人に飽きてんだよね。だからそこで世間の人はこの人美人なのにと思うんだけど、本人にとってはもうクソどうでもいいと思ってんのよ。美人だろうとなんだろうと。やだこの人酔ってるって書かれてすいません。だから美人かどうかって社会は評価するんだけど、本人がそれが楽しいと思うか幸せかどうかって関係ないのよ。だ僕は美人より宝箱の方が好きなのよ。何の話だこれ。はい、すいません。人間の飽きって感情と恐ろしいよ。あ、人間って必ず飽きます。恐ろしいんですけど、人間ってどんなものでも必ず飽きます。美人でもなんだろうと。なので、美人だから好きは飽きます。なので、宝箱とかずっと毎回湧いてくるものの方が、美人と違って飽きないかもしれません。はい。ね、たまに12時間の宝箱が来たら、たまにこう、24時間の宝箱が来た時に、24時間をどういうタイミングで当てはめるかみたいな、こう人生設計をすると、割と楽しめますよ。はい。ほとんどの大学生は時間と金を無駄にしてると思いませんか？僕結構それ逆で、それなりの大学行って、それなりの会社に入ると、だいたいその22で就職して、60運歳まで、一個の会社にいると、ずーっと働き続けるんですよ。で、せいぜい年間の有給って10日とかで、で、10日も使えるかどうかわかんないんですけど、長い時間休みがあってお金がない時に、どうやって楽しいことをするかっていう、だらだらした時間って、大学生の時代が最後だったりする場合があるんですよ。なので、そういうその無駄で何にもしてない時間っていうのを人生のうちに持つことっていうのは割とその自分が何が好き、どういうことをしたいのかみたいなことが分かったりするので、そんなに悪い時間じゃないんじゃないかなと思います。成果齟齬になってパチンコは良くないと思うよ。ちょっとややこしい話になるかもしれないんですけど、僕成果齟齬自体は賛成なんですよ。なんでかっていうと、その人が何か自分でできることっていうのを見つけたり始めるのには、ある程度の安定した状態の、経済的だったり精神的に安定した状態が必要だと思っていて、それって生活保護さえ取れば結構いけるんですよ。だって家賃も出るし食い物も出るし、そこの時間で人の役に立つものをしたらいいなとか、これ面白いんじゃねえとか見つけて始めるっていうのができるから生活保護が大事だと思ってるんですけど、パチンコみたいなところに行ってずっとお金を消費し続けてると、そのせっかくの時間とお金っていうのが失われてしまうので、将来何か作れるかもしれなかったっていう未来を失うと思うんですよ。なので本当に損するからやめた方がいいと思いますよ。なんだろうな、その本当に無能な人って世の中にはいるんですけど、結構その有能か無能かって微妙なラインで、たまたま運よく何かをやってた人っていうのが結果としてうまくいくっていうことがあるので、なので暇な人ってそうなる可能性が高いんですよね。だ例えばまあ僕今生放送でこうわーってやってますけど、それなりにじゃあ名前があるから人が来てしまうっていうのはあると思うんですけど、10年前にニコニコの生主みたいな人とか YouTuber って呼ばれる人たちとかって、ただの大学生とかただの若者だったと思うんですよ。毎日こう動画をなんかなんとなく上げ続けて全然金にならない時代があったと思うんですけど、その結果知名度が上がって仕事が来るようになって、それで食えるようになりましたみたいなあるわけじゃないですか。でも多分パチンコとかやってたら動画作る暇もないし、動画を作るためのその機材を買うこともできないし、本当にね、人生損すると思うんだよね。ほら、みんな死ぬじゃん、いつかは。時間は限られてるのですよ。
とはいえ暇つぶしでゲームをしている僕が言うのもなんなんですけど、なんだろうな、例えばリンカーンっていう人って3回ぐらい議員選挙落ちてて何回か破産してんだよね。アンパンマンの作者の柳瀬さんもなんか60ぐらいからいきなり上がったりしたんだけど、人間ね、いつ成功するかわからんのですよ。でもちろんね、成功しないまま死ぬ人が大勢いるんですけど、生アポをもらいながら成功しなくて死んでいくもまあまあ仕方ないと思うんだけど、ワンチャンさ、成功してる人がいるんだからそれを目指した方がいいんじゃねっていうふうに僕は思うのですよ。これワンチャン当たるかもって思って毎日何かをしていくのって結構楽しいんですよ。例えばさ、僕がじゃあさ掲示板っていうのを作った時も別にそれがさそんなにお金になるとか思ってなかったわけですよ。なんかどうなるかわからんけど、とりあえず面白いと思ってやってたわけで、とりあえず面白いと思うしょうもないことを毎日続けるっていうので、でもそれがちょっとずつ大きくなったり、なんかいろんなリアクションがあったりして、それに対処していくうちになんかそれだけで食えるようになっちゃったりするわけですよ。っていう感じ、わかる？わかんない？なので、せっかくの自由な時間とお金があるんだったら、それを本当に無駄にしてしまうと悪化しますよ。悪化？うん、なんかね、なんだろうな、無駄に見えるようなことでもやり続けてること自体が面白いっていうのと、それをや、例えばさ、毎日絵描いたらさ、やっぱりちょっとずつ上手くなるんですよ。ちょっとずつ上手くなるっていう成長自体が面白かったりするんですよ。なので何か一つのことを続けるって、それ自体が自分に残るものがあったりして、それ自体が楽しかったりするんですよ。例えばじゃあさ、 YouTube ずっと毎日見てる人がいるとしましょう。そういう人たちもさ、でもさ、最初の3秒ぐらい見るとこの動画面白いなとかつまんないなとか神秘感が結構生まれるようになると思うんですよ。だから僕、映画の予告編見ると面白い映画かつまんないかが大体わかるし、大体当たるんですよ。っていう感じで、センスだったり能力が何かを続けていくと磨かれたりするんですよ。何回か話をしてる話なんですけど、友達の弟のニートの話で、武器の名前を付けるのが優秀だったニートっていう、その友達がいて、弟がニートなんですけど、ずっとゲームやってたんですよ。まだソシャゲがない時代かな。MMO って言われるようなネットワークのゲームをやってることが多かった人で、そういうゲームって、まあ、アイテムとか武器とかっていろいろ出てくるんですけど、で、そういうゲームにいろいろ詳しくなりましたと。で、なんかね、どっかの会社のカスタマーサポートかなんかのバイトを始めて、そこでそのなんか、ゲームが、なんかその会社でやるよみたいになった時に、その人が武器の名前を付けるセンスが異常にいいということに、周りが気づいてしまったんですよ。2回攻撃をするっていうことは、はやぶさの剣って書くとさ、あ、これ2回攻撃する武器だってわかるじゃん。で、例えば、じゃあ氷の巨人みたいなやつにダメージが入りやすいんだったら、あ、それ炎の斧すね、みたいなさ、なんとなくの文脈っていうのがあるんですよ。そのゲーマーしか知らない文脈が。でも、そういうのに精通してるから、この武器を持ってると、そのモンスターに対して特殊なボーナスが入りますよ、みたいなことを説明しなくても、武器の名前だけで説明こと足りちゃうのよ。っていうのが、他の人にはない能力なのよ。でも、それってさ、普通の人能力だと思わないじゃん。でも、そういうのが、状況とか会社によっては能力として強化されるっていう。個人でウェブ開発で稼ぐには何を作ればいいんだろう？いっぱい作れ。何が当たるか分かってて作ってその通り当たりましたみたいな人ってあんまり世の中いないんですよ。たまにいますけど。なのでいろんなもの作って結果として、おこれが当たった、マジでこれ当たるんだすげーって言ってやっていくとうまくいくっていうタイプの人が多いです。なので、何が当たるか考える暇があったら、当たりそうなものを作っては捨てってやってる方が当たる確率は高いです。野球も打席にいっぱい立てばホームラン打つ可能性は増えるんですよ。その3回しか打席に立たない人であれば1回ホームラン打つには、まあ、打率3割とか必要なんですけど、その100回打席に立ってたらそれは 1% くらいホームラン打つよねみたいな話で、自分としては微妙なのが当たるんだよ。うん、そのだからこんなん誰が使うんだよみたいなしょうもないやつの方が結構話題に乗って使われやすいっていうのがあるんですよね。そのどっかで見たような何かってもう人は話題にしないんですよ。なので、あ、こんなくだらねえしょうもないのあんだみたいな方が Twitter とか Facebook でみんなの話題になって使われてそれなりにヒットするっていう。たまたま稼げるようになるっていう要因を要素分解できませんか？
たまたまいい場所にいるっていうのもいるんですよ。例えばそのニコニコ動画で歌い手と呼ばれるのですげえ有名になった人って初期いたんですけど、あの人たちがじゃあめちゃくちゃ歌うまいかっていうとそうでもなくて、たまたまニコニコ動画で歌を歌い始めるというのをやる人が少なかった時代にやったからそれなりに認知されたっていうわけで、歌うまいかっていう絶対的な評価で言ったら、あのプロの歌手の方が全然うまいんですよ。なので、たまたまその場所にいたこと。で、その場所にいた中で、たまたま能力値がそれなりに高かったこと。っていう、割とその、運の要素っていうのが大きいので。なので、いろいろやってみるとどれか当たるんじゃねっていうのは、結局その、どこの場所にたまたまいたかっていうのがあるので、いろんな場所に自分の居場所を作ると当たる確率が上がるんじゃないかと思います。ゲーム実況も最初からたまたまいただけ。まあ、そのタイプの人結構多いですね。そう、先行者利益ってでかいんですよ。なので、どんな場所でも先行者になるのを意識しておくと、得することが多いっす。チャンスを見極める能力は高かったとも言いませんか？能力として高かったかもしれないですけど、例えば、その、すげえチャンスを見極める能力の高い人が、全くチャンスのないところに居続けてもしょうがないんですよ。だから、Ustream ってサービス、昔あったんですよ。まあ、今、まだあるのかな？まあ、放送されたんですけど、Ustream にひたすらチャンスを見極める能力の高い人が居続けても、そこには何もないんですよ。なので、チャンスを見極める能力があったとしても、居場所を間違えると意味がないっていう。向いてることを確実に見極める方法ありますか？ありません。一郎も野球でうまくいったけど、ひょっとしたらボーリングの方がもっとうまかったかもしれないんですけど、人生ってそんなもんで、何が本当にいいみたいなのないっす。たまたまっす。得意なことを見極める方法は、一番得意なことを見極める方法はないんですけど、得意かどうか見極めるんだったら、やってみて楽しかったらそれは得意です。挫折したことはありますか？結構してますね。このプログラミング言語を覚えてみようとか、昔絵を描けるようになってみようとか、あと楽器をやってみようとか、割といろいろやって挫折したものありますね。理想が高いのはどうしたらいいんだろう？もう20代です。こんなの今になって直せるんだろうか？直さなくていいんじゃないですか？理想が高いことと、理想が高くて理想に近づいてないことにストレスを感じることって別のことなんですよ。例えばその、じゃあオリンピックの金メダルが欲しいって思って頑張り続ける人って理想が高い人じゃないですか。でも一部の人はそれを実現するんですよ。なので理想が高いことは間違いではなくて、理想が高いので理想に向かって頑張るっていうので結果としていろんな実力がついてくるって全然いいことなんですよ。ただ問題は理想が高いというせいで、その自分がちょっと低いところにいることに耐えられなくて、そこにストレスを感じたりして、そのダメージを受ける人っていうのがまずいんですよ。なので理想が低くて自分が満足できる方がいいよねっていう人もいるんだけど、理想が高い状態に対してダメージを受けない人であれば全然問題ないので、どちらかというと理想が高いことが問題なのではなく、理想が実現できないということに対してストレスを感じるっていうのをなくした方がいいんじゃないでしょうか。ギターに挑戦したことありますか？あります。20代の後半ぐらいで、家のゴミ置き場にギターが落ちてたので、拾ってたまに練習しようと思ったんですけど、全く練習せずに飽きてしまったっていうのがありました。はい。ダメージ受ける人はどうすればいいの？その自分の理想と理想の状態に自分がなってないことにダメージを受ける人なんですけど、例えばさ、僕がプログラムやります、これ書きますって言った時もさ、何か実現したいことがあって、で、まだ実現はできてないわけじゃん。なので、基本的に何かやりたいことがある時って、実現できてないのが当たり前なんですよ。で、それが一歩一歩進んでるかどうかが重要で、こういう感じの速度で進んでいけば、まあ、いつかたどり着くよねっていう、ちょっとずつ上がってるかどうかの実感が大事なんですよ。なので、まあ、その人の理想が何なのか分かんないけど、そこに対して一歩一歩ちゃんと進んでるなって実感できるような何かをしてるかどうかで、それをしてないから問題なんだと思うんですよ。で、すればいいんじゃないのっていう。だからその、何かをしてなくて一歩一歩進めてないからストレスを感じるわけで、じゃあ一歩一歩進んでるって感じるのは何なのかで、漫画家の例をよく出すのは何だか自分でも分かんないんだけど、漫画家になりたいですと思ったら、売れっ子の漫画家になりたいです。っていうことはさ、多くの人が自分の漫画を見て買ってくれるとか評価してくれるっていうのが必要なわけじゃん。そしたら、まず最初のな、漫画描くことだよね。漫画描かないで漫画家になることはできないから。で、そうすると、作品1個しかないですっていう漫画家と、作品100個ですっていう漫画あったらさ、要は評価される可能性100倍多いわけですよ。で、1個しかなかったらそれがつまんなかったら終わりなんだけど、100個あったらさ、1個ぐらい面白いのあるかもしれないじゃん。なので、いっぱい作るって結構重要で、ピンクレディの作詞をやっていた悪友さんの話ってしたっけ？
ピンクレディだったり天地真理だったり、その1980年代にあの割と作詞でビデオヒットをめちゃくちゃ出した悪友さんという作詞家の人がいたんですけど、あの人がなんでヒットする作詞をいっぱい作れたかっていうと、年間になんか200個ぐらい音楽の作詞の仕事してたんだよね。でさすがにそれぐらいやってると1個ぐらいヒットするんだよ。でそうすると年に1個でもヒットしてると、あの毎年毎年ヒットを出してってあの人すごいってなるのよ。でもその70とか200とか出してるとそれは1個ぐらい当たるのよ。でなんで当たるかっていうと、例えばじゃあそのこういうそのじゃあ夏の可愛い感じっていうのを出してみた、全然外れた。じゃあその秋の爽やかな感じっていうのはどうだ、やってみた外れたみたいなので、自分でここどうだろうっていう球を投げて、そこが外れたらじゃあこっち投げてみようっていう試行錯誤ができるのよ。そのトライアンドエラーを年間70回とか200回とかやってるとやっぱ大体こう打率が上がってくのよ。だからその最近はじゃあその引きこもりで寂しがってる人が多いとか、じゃあそのなんか寂しくて震える人が多いっていうんだったら、寂しくて震えるっていう歌詞を書いてみようみたいなのだと当たったりするのよ。なのでその試行錯誤とトライアンドエラーを多くやればやるほど成功の確率は上がるので、まずあの打席にいっぱい立って物をいっぱい作るといいんじゃないでしょうか。心とか幸せって近代が作り出した妄想って考えがあるけれど、幸せが近代の妄想だよね。もともとは日本、その人間って大体宗教に縛られていたので、宗教的に正しいことをやってるとそれで幸せを感じられたんですよね。自我というか自分自身こうありたいみたいなのってなくてもよくて、昔はキリスト教徒だったらキリスト教で正しいと言われている行為をし続ければ、でそれで全然幸せになるし、来世も幸せだし、よかったねみたいな話だしっていう感じで、その宗教に言われたことを信じてやり続けるっていうのが幸せを感じるっていうのがあったんですけど、最近はそのなんか自我とかなんか自分で何かを成し遂げるみたいな、人間ってユニークでその人なりの何かをして社会に傷跡を残さなければならぬみたいな価値観を持ち出したのって近代のことなので、余計辛いんじゃないかなと思うんですけど、狩猟民族とかそんなもの気にしないもんね。まあね、あの今日はマンモスが取れたから超絶幸せっていうだけであれば、別になんか自我とか自己実現とかないよね。朝起きたら指を蚊に刺されて痒いです。蚊は僕を刺して何が楽しいのでしょうか。何のために人を刺しているのでしょうか。許せません。あなたの血を吸って、でその血を体の中で消化して、蚊は卵を産むためにあなたの血を使っています。であなたの血を吸ったのはメスです。なのであなたの血によって蚊の子供の卵ができて、そこでボウフラが育って、でそこでまた新たな蚊が生まれるんですけど、その蚊の元々のエネルギーはあなたのものなので、そのボウフラと蚊はあなたの子供たちです。なので、あの、子供を作った子孫を増やしたと思って、あの、こう地球人類に新たな命を産んだと思っていただけると、人類じゃないな、地球に。っていうのがあるので、寝るっていうのは結構重要ですよっていうお話で、今日は締めたいと思いますと思ったら、まだあと3分ぐらいあった。4時間返せ。うん、帰らないんだよね。はい。お、止まった。止まったか。じゃあここで終わりでいいかな。はい、お疲れ様でした。